君はアドル・クリスティンを知っているか。16歳の時にふるさとを旅立った後、生涯をかけて幾多の冒険に挑み、100余冊にも及ぶ冒険日誌を残した希代の冒険家である。この物語はその冒険日誌の一冊、ゲーテ海案内記に記されているアドルの冒険の一つである。謎の巨大海洋生物によって海の藻くずと消えた大型客船ロンバルディア号、大海原へと投げ出されたアドルが流れ着いた場所は永遠に呪われた島と呼ばれる無人島セイレン島であった。2016年、東京ザナドゥ奇跡のファルコムが送る待望のアクション RPG イースシリーズ最新作、イース8ラクリモサオブダーナ。シリーズ初ダブル主人公システム採用。島からの脱出を目指す冒険家アドルと夢の中に現れる謎の少女ダーナ、2人の物語が重なり合い、絶海の孤島セイレン島に隠された大いなる謎がシリーズ最大規模のストーリーで描き出されていく。何でも運ぶ、たとえそれが死体や五金製のものであってもな。へえ、死体漂流者たちの力が鍵となる新システム漂流村を搭載。機能拡張によって漂流村が大きな変貌を遂げていく。村を襲撃する獣たちには迎撃戦で対抗、パワーディフェンスタイプの集団バトルに挑戦。豊富な難易度選択、どこでもセーブ機能のほか、オートマッピング、拠点ジャンプ、あらゆる情報が書き込まれる冒険手帳など、プレイヤーを徹底フォロー。サバイバル生活を満喫できるフィッション、漂流者たちの悩みを解決するクエスト、ミッション形式で挑む迎撃戦など、豊富なやり込み要素も見逃せない。イースのハイスピードパーティーバトルはさらに華麗に爽快に。フラッシュガード、フラッシュムーブ、超強力技エクストラスキルを駆使した巨大コストの激アツバトルがプレイヤーを待ち受ける。イース8ラクリモサオブダーナ、プレイステーションビータ版、2016年7月21日発売。